なんかやっぱり1週間7日あって、7分の5が自分の中で、ぶち上がってなかったら、多分人生ほとんどぶち上がってない。計算になるよね、単純で。そうそう。お願いします。はい。今日お越しいただいたのは、林和くんです。お願いおし願いしまます。自己紹介の方いいですか？中澤君とは、高校の同級生 で、高校3年生の時に、同じクラス。僕はサッカー部で野球部で、そのフィールドは違ったんですけど、クラスが一緒ということで、仲良くしていて、大学はそれぞれ違うところに行ったんですけど、お久しぶりに再会して、今日こういう形でお話をさせていただくということで、よろしくお願いしまよろしす。くお願いします。マジで久しぶりで、マジで何年ぐらいだろうね。でも高校卒業したら5年。5年ぶりに会ったんですけど、なんかあんまり久しぶり感もなく、なんかナチュラルに。多分お互い SNS 見てるんで、っていう感じですかね。なんか不思議 なんなか、感じで久しぶりな感じもあんまないよすね。ね。変わってない。中澤って呼んでたよね、俺のこと。うん。中澤くんとか言うんで、中澤って全なんか然そ呼んの、でいただいて。ビデオ向けに。あ、そうですね。はい、わかりました。今日聞きたいのは2つあって、1つは、お互い今新卒でやってるんですけど、新卒で働いてみてどうかという点と、あとは今のモヤモヤですね。人生、学生時代から今社会人になってみて、今のモヤモヤ何なのかっていう、この2つを聞いていきたいんで。じゃあまず1つ目の、まず新卒で働いてみてどうですか？大きく2つあって、1つが、ぶっちゃけて言うとがっかり感。がっかり。おお、がっかりがっかり。おお。そのがっかり感が何かっていうと、その裁量権的なところで、うちの会社、僕金融に勤めてるんで、なんかいろんな承認を得ないとこう起こせないとか、自分のこういう考えがあるけど、会社のこう規定上、できないみたいな。何個かプロセスを踏まないとできないとか、あー、なるほそどね。の新卒1年目というよりかは、会社に入ってみて知る会社のことっていうのが結構、がっかりとまでは言わないけど、こんな手順を踏まなきゃいけないんだっていうのがなるほどなるほど。1つ目で、2つ目はいい方向で、なんか今までだと、その大学、高校、中学とか、同世代の人しかいなかったコミュニティにね。そうだね。ただ、その社会に出て、次長、部長、先輩社員がいだいぶて、離れてるもんね。いろんな年代の人と関わって、何か一つの目標に向かってっていうところは、すごいやりがいというか、なるほどなるほど。楽しくやってる部分かな。なるほど、ありがとうございます。今2つあったと思って、1つはまず裁量権みたいな。でも金融系だからやっぱり仕方ない部分もあるかなと思うけど、風邪的にあれでやっぱり結構自分で裁量を持ってやりたいみたいな。そうね、裁量、自分がその無知っていうのもあるから、独断でパッということは決められないけど、なんかそこまでしなきゃいけないかなみたいなところもあって、例を挙げると、メールを打つ、2C メールを打つときに、僕が書いて、上の人が見て、さらに上の人が見て送る。そうなの？メールいつも。個人情報だあ、からそうだね。とそれはか、仕方ないね。確かに。会社の信頼いいとこもある。誤字脱字とか。含めああ。ると、そのプロセスは必要なのかなと思うけど、こんな時間かけ確かて、に。今の時代なんかもう、ホームページとかで AI がチャットですぐ返してで誘導して、本当にそれで解決できなかったら、人が対応するそうだね、のそうだがあね。れだと思うんだけど、うちもそれはあるけど、できないできないって言ってきた会員に対して、そんな時間をかけるかっていうのも、ちょっとなんかもうちょいうまくできるんじゃないかなとは思う。なるほど。でも個人情報扱ってるから、仕方ない部分はあるけど、でもなんか一つの仕事するのにめっちゃ時間かかりそう。ほんとそう。そうね。なるほど。ありがとうございます。なんかその就職活動とかしたときに裁量とかは考えてたか？時空じゃないけど。一応話してはいたけども、そこまで見てなかったりなるほどね。入ってみて、うわ、こんなにある程度そう覚悟してたよりも、こんなあったんだみたいな。なるほどなるほど。ありがとうございます。で、2つ目があれだよね。いろんな世代の人たちと
そうそう仕事ができるみたいな、うん、まあそれはまあ僕も本当にそうで多分、まあ、離れても1歳2歳とかだったね、うん、大学とか浪人とか休学みたいな、まあ、10歳上の人と仕事するとか仕事の話するっていうのが新鮮だったり、うん、一つのプロジェクトに向けて一緒に頑張るみたいなのが楽しいってことだね。そうだね。そこはすごい、まあ、その社会人になってから味わった楽しみというか、うん、なるほどなるほど。単純にもう年齢が上だから新鮮っていうことなの。まあそうかな、年齢が上、うん、そうだと思う。うん、なるほどなるほど。あと2つ目が、今の現状の、まあ新卒働いてみて今の現状モヤモヤみたいなところ、うん、まあ別に仕事でもいいし、まあ、人生、ホールライフっていう軸で考えてもいいし、まあ、何でもいいんだけど、モヤモヤみたいな。まあモヤモヤ、そうだね、2つぐらいあって2つぐらい、はい、あるぜ。これ1つ目が、自分の時間っていうところで、うん、はい、まあ僕土日休みで、はいはいはい、で週5日働いて、うん、まあこれを40年間、はい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 、っていう計算になるじゃないですか。会社を辞めずに、そうだね、平日、まあ、転職したとしても、うん、その働き方的なところで、うんうん、40年間と、まあ、1週間の7分の2しか自分の自由な時間がない、うんうん、確かにっていうのは続けられるかなと か, なんか途中で、そういうことか、はい、まあ、その家族とかもできたら、そうだね、それこそ自分の時間もないし、うんうん、これがあとまだまだ続くのかっていうモヤモヤがある。なるほどなるほど。これが一つ目。はい、一つ目。二つ目。二つ目は、その今自分がやっている業務が今後自分にどうプラスになるんだろうみたいな。おお、結構ヘビーになるそれ。そのなんか、うん、絶対プラスにはなると思うんだけど、ああ、もちろん。無駄なことやってるつもりもないし、実感がわからないみたいな。そうかな。なんか、今の一つ目のモヤモヤを解決したいってなった時の、はいはいはい、そしたら働き方とか職を変えるしかないんじゃない。そうだね。ってなった時に、うん、どれぐらいこう可用性がある働き方をというか、はいはいはい、職に就いたのかなっていうところはモヤモヤしてるというか。なるほどなるほど、うん、なるほどね。じゃあ2つね、うん、1つは1週間7日間あって2日間しか自分の自由な時間がない、うん、でこのまま働き続けてどうなっていくのか、一生この仕事やっていくのかみたいな感じ。ちなみに1つ聞くんだけど、7分の2、まあ、土日、うん、10の時間あるけど、7分の5はどうなの、うん、7分の5は別に時間で見たらさ、もちろん、ね、朝から晩までってとかもしんないけど、まあ、彼サッカーやってたんだけど、まあ、サッカーの時ってめちゃめちゃ情熱さもあったし、うん、めっちゃ楽しかったね、練習の時めっちゃ楽しかったっていう情熱があれば別に自分自由な時間なくてもさ取り組めるんだったら楽しいってなるけど、その充実度合いで言うとどうなの。そこはぶっちゃけ別に充実はしてないそうなんだ、はいはいはい、まあ、そのなんか普通に嫌いじゃないし、うん、まあ、サッカーと比べるとっていう話だけど、うん、充実感はそこまでないかな。なるほどなるほど、うん、だからやっぱどうしても、まあ、また今日働いてこの時間、まあ、拘束されてって超大げさだけどみたいな、なんかネガティブになってるわけではないんだけど、うん、もうちょい時間欲しいなあ。なるほどね、はいはいはい、なんかやっぱり1週間7日って7分の5が自分の中で、まあ、ぶち上がってなかったら多分人生ほとんどぶち上がってない計算になるよね、単純で、ね、365、まあ、この7分の5をどうしていくかみたいなところだと思うけどね、って俺はまあ単純に思った、うん、でも時間は働いてる時間でいうと、まあなんか自分で朝早く起きたりとかね、別にやろうと思えばなんかできることもなさそうだけどねまあなんかね、その自分のやりたいことというかね、ダラダラしたいよあーなるほど、ね、そのなんかくつろいでる時間が結構好きで、わかるわ、俺もなんかぼーっとしてる時間めっちゃ好きだもんな。土日はすぐ終わっちゃうし、朝起きてもなんか仕事は別に嫌いじゃないし、うん、やりがいはまあある程度持ってるから、仕事にマイナスに出るような時間の作り方もしたくないから、うん、はいはい、まあ、そこを模索中というかね、まあさっき言ったように、うん、熱をバーって情熱を注げるようになればすごい楽しいんだろうけど、うん、うん、そうだね、さっき話したその裁量権的なところ、うんうん、どうそれがこれやってもなんかどうなんていうの、自分の考えた通りにはうまくいかないだろうしな、うん、とかなんかそういうのを考えるとあんま本腰が入らない、うん、
で、週2の方に目がいってる気がする。なるほど、ね、なるほど、なるほど。まあなんかその裁量取れる取れないのは会社のあれだから、まあ、仕方ないとして、まあ、その中でも自分で裁量持ってるところは多分あると思うから、そこをまあ頑張るかみたいな、ね、小さく積み上げていくしかないそうところだし、なんか多分まさにその仕事に情熱、仕事情熱というか、まあ、サッカーめっちゃ打ち込んでた時みたいに今も打ち込みたいなっていうのはあるわけじゃん、うん、で俺も実は4月5月めっちゃ悩んでて、うん、なんかやっぱり僕大学まで野球やってて、まあ、野球ずっとやってたあの熱中度合いが社会人になって、まあ、なくなって、でいろいろ模索しながらこの6月ぐらいからいろいろこう自分の情熱持てるのみたいなのが見つかって、まあ、今に至るから、うん、なんかあれだね、いろいろまあ模索する期間はありだと思う。そうね、うん、で今中澤のストーリーとか見せて羨ましいもんちょっとまあ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 、そうそうそう、まあいろんなことに多分いろんなことやってみて、うん、学生時代はサッカーだったものが社会人になってから例えばこういうものに熱中できたとか、うん、これ自分めっちゃ熱中できるものだったなっていうのを見つけれたらいいだけの話だから別に。そうね、うん、と思います。はい、あともう一個がなんか今の職場生きるか生きるか。ああ、そうそうそう、なるほどね、うん、もうこれゴール設定だと思う、うん、将来どうなりたいか別にこれバッシリ決まる人ってほとんどいない、けど仮でもいいから仮置きすること大事、なんとなくいい。わかんない、和樹だったら裁量持てて、もっと自分で自由に時間を使える仕事がしたい、これも別に立派なゴールなわけであって、これを仮置きすることで、じゃあ今どうするかみたいなのが自然と逆算思考になる、なるほど、ね、と俺は思う、うん、俺もこんなことめっちゃ5年後やれとか言ってるからこそ、じゃあ本当に5年後行くんだったら今の仕事を途中で辞めないとなとか、じゃあ辞めた後の生活費どうするの、じゃあこれとこれでやれなきゃなとかってめっちゃ考えたから、うん、なんかゴールを仮置きするのないかなと思ったね。そうね、多分その週後にこうモヤモヤ感を持ってるっていうのは多分ゴールがないというか、ああだからなんかその、うん、悪い言い方するとなんとなくただ働いてる状況だから、うん、情熱も忘れ入らないし、うんうん、まあ、そうだね、中澤の言うとおりだと思うんですけど、うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。ちなみに将来どうなりたいの？将来は全然話せないんだけど、なんかなんとなくでもいいから、なんかね、あの彼あの休学していろんな世界各国回ってたのもあるから、うん、なんか海外に行きたいんじゃないかなっていうのはなんとなく思ってたんだけど、そうね、そのもともとコロナがなかったら就職するつもりなかったんよ。でそのまあ、あ、そうなの、ね、初耳だ。まあ、海外とかをずっと放浪というか、その場その場で何か稼いで、そうなの、その日暮らしをしたいなとは思ってた。けどコロナでなんかこの、まあ、いつ外に出れるか分かんないとか、外行ったとしても何もやってない、はいはいはい、みたいな考えになって、まあ、一応就職はした。あ、なるほど。でその選択肢を得てちょっと考え方も変わって、はいはい、でそのカナダにいた時に一人暮らし、はいはい、でカナダね、カナダ人の友達はいたけど、カナダ人の友達にはカナダ人の友達がいる、うん、で繋いでてもらったりもしたけど、うん、なんかクリスマスとかイースターとかって向こうすごい盛大にやる。そうよね、その時は家族だけとか、はいはいはい、でまあ俺は一人暮らしだったし友達もカナダ人しかいなかったから、うん、一人になったよ。はい、本当、店も、もうみんなクリスマスパーティーとか家族で集まってるし、そうそうそう、外出てもそれ悲しいな、店もやってなくて、で今はいいよ別に若いし、うんうん、熱というか体力もあるから、はいはいはい、でこれを 40、50 になって一人でこの一人は耐えられないと思ってそれきついわ。でその海外放浪したいっていうよりかは、まあ、今一番の直近のやつで言ったら普通に家庭を持ちたい。で普通になんか普通が一番いいなと思ってる。別に特段でかい夢というかこれをやりたいとかはない。いろんな国回っていろんなこと経験したからこそ、そうなんか普通のところにたどり着いたとか着地してるのかな今は。めっちゃいいと思う、うん、あ、なるほどね。そっか、まあ、確かに海外の文化って家族とか行事とかめっちゃ大切するからね。そうそうそう、そこなんか一緒に入れてくれないからなんか寂しいな。いや、まあ、なんか呼ばれなかったね。まあ、そうか、そっかそっか。
OK です。あざっす。なんか最後言いたいことない。特になかったです、ね、いいよ。まあでも、応援してます。っていう感じですかね。はい。大丈夫そうですか。大丈夫です。はい。で、5年ぶりに会った林和樹さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではまた。